こんにちは塚本です今日は宅トレ、えっと、自分ちでトレーニングをするのに、まあ、うちはいろいろなものがあるんですけれども、えー、とりあえずミニマムの予算で始めようといった時に何が必要かっていうことでちょっと最低このダンベルがこれはあのネオプレンダンベルって言って、えー、結構安いものなんですけどこのダンベルがあればワンセットだけですね。ワンセットあれば できるっていうことを一通りやってみ、えー、たいと思います。よくダンベルがあればできるって言って、本人も書いてあるけど、えー、やってるの見ないとわかんないですよね。それでやってみます。で、今持っているのは六キロのダンベルなんですけれども、多分、初めて買うんだったら、まあ、男子だったら四キロ、女子だったら二、三キロだと思うんですね。で。えー 重いものがあった方が早く疲れるんです。でも重いと小さい筋肉の時に使えないんですね。ですからこの今六キロっていうのがある意味六、えー、キロじゃないですね。えっと、まあ四キロぐらいっていうのがある意味そのすべてをなんとかカバーできるっていう重さかなと思っています。でもちろんできるようになったらちょっと重いのも買おうとか。 そういったことで2,3種類持っているともっと効率が良くなります。トレーニングをえっ、ー、と、えーえー、全身のトレーニングをやりますので、まずえっ、ー、と通常ですね全身のトレーニングっていうと胸のトレ,トレーニング、背中のトレーニング、それから足のトレーニングですね。その3つをやって、えー、あとは腕とか肩とかちょっとやるかなっていう感じでご紹介したいと思います。えっ、ー、と全部あのこれだけあればできます。 一番最初はプッシュアップします。プッシュアップはあ大胸筋と三頭筋のトレーニングなんですけど自重でやります。で自重でやってできない人は膝立て伏せでいいです。膝をついてやればいいと思います。じゃあやってみます。で1このダンベルが便利なんですね。でダンベルをこうやっておくとダンベルがですね ププッッシュアップバーの代わわりになるわけですで。これでペタッてくっついてしまうんですけどとこのプッシュアップっていうのは大胸筋を最初に使ってその後に三頭筋を使うんですね。それでこうやっって肘が上ががが上た状態の方が大胸筋が使えるんですで。よくワイドって言って外側にやるといいっていうのもあるんですけどワイドにすると肘の関与が少なくなるから大胸筋が使えるっていうのは。 話もあるんですけど、えっと、なていうんですかね、手の角度がたくさんあった方があのストレッチが効くんですね大胸筋。それでここから大胸筋をギュッと締めるとこの辺まで来るわけです。で、この辺からもうちょっと上げてこの辺までは大胸筋で行ってこの最後のところは三頭筋で上がるわけです。ですから、まあ、三頭筋は太くならなくていいよと腕は太くならなくていい人は。 ここから上げてこの辺まで上げたら止めてまた下げてそれで着く前にまた上げてってやるとずっと大胸筋に効いてるわけですねこういう状態でまあずっとやればくたびれるまでやれば大胸筋が効くわけですで最後までやれば三頭筋でこの辺だけやると三頭筋ばっかり効くわけですそうするともしこうやってプッシュアップをしていて この辺が辛い人は三頭筋が弱いんですね。で、この辺、こうやってペタってなってから上がれない人は大胸筋が弱いわけです。で、それぞれを鍛えればいいわけです。で、こうやって、まあ、とにかくく食べれるまでやるということになると思います。まあ、それだけなんですけれども、えっ、ー、と、この、重りをですね、プッシュアップバンの代わりに使ってやるというのが、 タクトトレイののつ目のポイントですでまずその大胸筋とか三頭筋をやってプッシュ系のトレーニングしますね。そうすると一番最後に仕上げるのは三頭筋を仕上げたいわけです。で三頭筋をこの今持ってるような重さで片手でこうやってやるとですね結構大変なんですよね。それなんで多分やった後にこうやって両手で 三頭筋をストレッチしてこうやって伸ばすとねえっと三頭筋の仕上げができるわけですでこれもくたべれるまでやるわけですこうやってでこれでプッシュ系は終わりなわけですでこれをまあ今あの短い時間でやってますけどもうちょっと軽い重さでやった方がいいと思いますで次はですねプッシュが終わったら ああプルをやるんですけど、うんまあ、懸垂とかできる人は懸垂をやればいいんですけど何、うん、て言うんですかねプルをやるのが一番難しいんです。でトレーニングジムなんかに行くとラットプルっていう機械があってこうやって引いたりあるいはローイングっていう機械があって引いてやれるんで、えっと、マシントレーニングで一番いいのはプルが結構自由にできるってことなんですがああダンベルでもできないことはないんです。 でダンベルでプルやるにはやっぱりこうやってプルっていうのは何て言うんですかね広背筋のトレーニングだからこうやって曲がってですねそれでこうやって上げるんですねちょっとあったで,で肘が何かでつられてるような感じでこうやって上げるんですこうすると広背筋がのトレーニングなんですね これがですねこの6キロぐらいじゃ軽い軽んですよこの広背筋っていうのは大きくて力が強い筋肉なんでですからですねどうしても最初はこうやってちょっと急いでたくさんやってくたびれてきてから丁寧にやるみたいな感じにしないといけないですもちろん重い重さがあればね、えっと、もっと重いダンベルが変えればそっちの方がいいんですけどまあこれだけでもできないことはないわけですでこうやって広、えっと、背筋を 鍛えますでついでにですねえなですか、広背筋特になっていうのはこの上腕の二頭筋ですねでよく力こぶとか出るんですけど私は腕が太くなっちゃうと服が着れなくなるんでえ腕のトレーニングはあんまりやんないんですけどまあ普通にこれでですねこういったまま片手ずつやっていいと思います。でこれで、まあ、まずリバースカールですね。 ここれをこうやってやりますでやってるうちに腐れてですね手が上がんなくなってきたら反対側の手を添えて持ち上げて下ろすところだけやります。で,でリバースカールが終わったらハンマーカーカルをやります。これも重さの関係で疲れるところまでやると。 でハンマーカールが終わったら普通のやつでまあこれはこうやってコンセントレートなんて何とかってカールっていうんですよね確かでこうやってやりますでこれもですねこうやってやって片手でやってって休みなくやった方が早く手が疲れますでこうやってやってそのうち上がんなくなっていくんですよそうしたらこうやってって手を添えてあげてそれでゆっくり下ろすんですでこれチートしてそれでストレッチ側だけやるんですね これあのエキセントリックって言うんですけどエキセントリックトレーニングって言ってとっても効果があるんですこの下ろすだけもう上がらなくなっちゃってから下ろすだけやるっていうのはものすごく効果があるんで絶対やった方がいいわけですで。これを片手ずつ左右全部やったらまあ腕とそれから後背筋もやったしから大胸筋もやったってことになるわけです。 あとは足のトレーニングで私はあの膝がダメになるといけないんで足のトレーニングは普通に自重でいつも行ってますで自重で行うのはこうやって持ってですねこうやってやればいいわけですで、まあ、何回ぐらいあるのかな30回ぐらいやってますけど30をやって10秒か15秒休んで 2をやってみたいな感じでやりますけど、まあ、それぞれの人でできるところでいいと思うんですで。で大切なのはくたびれてもうちょっとその筋肉使いたくないなっていうところまでやればいいってことそれから今日のお話で買えばいいのはこれだけです。でこれ以外にあった方がいいものというとまずベンチですね。トレーニンングベンチはに場所が要りますだから 場所をどうやって確保するかっていう問題もあるんだけどベンチがあると仰向けに寝た時に膝が、肘肘ですね、ね。ががが背中より下るることででできるわけです、ね、ですから何かクッションでもいいんですけどクッションがあって肩よりもこの肘が下がることができるようなものがあると、えっと、ダンベルプレスとかフライとかができるわけです。 それからあと重さはですねえっとやってみてで自分に合う重さをとりあえず揃えるということになると思います。で多分今のお話ですと広背筋のトレーニングがこの重さでやるのはああまあだから他のことができる重さでやるのは軽すぎるんですね。それなんで広背筋をやろうと思ったらもうちょっと重いものが必要になってくると思います。 まあ、何十回もやればいいんですけどやっぱり飽きちゃいますからねそれからあと今やんなかったけど肩のトレーニングですよねえっとラテラルレーズってこうやって言って、まあ、横に上げるのはそういうんですけどラテラルっていうのは側面だからサイドレーズでいいと思うんですサイドレーズそれからフロントレーズってこうやってやりますよねそうするとまあこうやって今6キロで上げてますけれどこう,こういうトレーニングっていうのは結構これだとあの。 まあ重いと思うんですですから他こういうトレーニングをやるための重さでこの重さをやるとできなくはないけど結構重いと思うんですね。だからこういうのをやるときはもう1つ軽いダンベルがあると楽なわけですそうやって大体今中心となる重さがまあ始める人だったら4キロ5キロぐらいだと思うんですけどそれより1つ上と1つ下が必要に なってきますそうするとかなりの部分のトレーニングができるようになるっていうことになります。えっと、実際に家でここれだだけけ買ってやるるうのでもこれだけできるんでもきんすねですからまあ始めるといいかなと特に高齢者の方はこれを始めるとでもう一つ大切なのはトレーニングをしたら絶対にプロテインを取らないといけないとそうしないとやったのが無駄になっちゃいますからね。 で特に高齢者の人は、まあ、あの今ああいろんなところで勧められていますけど普通の若いいいい人よよ。りもたくさんんタンパク質を取らないといけなとけですよで高齢者の場合には1.2倍ぐらいその若い人よりも取らなきゃいけないからだから結構必死でタンパク質を取らないといけないんですね。でそれについてはまた別のビデオでお話ししようと思うんですけど元気な高齢者になるためには。 ダンベルを1セットだけでもいいから買って、今やったようなことをやって、それでプロテインを食べると、まあタンパク質を食べる、鶏肉でもいいんですけども、うん、を食べるっていうことが大切かなと思います。どうもありがとうございました。